さあ今月もこの時間がやってまいりました。12月ルームライブの時間でございます。パーソナリティをやっておりますジュンと天の声僕です。冨樫洋介でございます。お久しぶりです。イエーイ。いいですね。今日は拍手の量が多いんですけれども、11月はちょっとお休みしておりまして、1ヶ月ぶりのルームライブということで、冨樫さん寂しかったでしょ。全然嘘でしょ。全然寂しくなかったよ。もうその純以外にもいっぱいいるからさ、うん、女がね別に女がね、別に純一人に会えなかったからって寂しくないし、そんな寂しくて言わないでよ全然平気だし、曜日でチェンジでしょ。月曜日はさすがにそこまではないかな。曜日ではない、時間帯かな時間帯ごと幸子の次は陽子で、なんだな古いのよ昭和なめんだよ。今日も冨樫さんがすごく仲いい女の子を連れてきました。仲いい女の子って言い方をやめろ。冨樫の何番目の女か分からない女を連れてきました。言い方をやめなさい。その、私は何番目、そして彼女は何番目なのかっていうことを今日は解き明かしていきたいなと思いますけれども、はい、あの前々からねすごく気になってたので、冨樫さんに何ヶ月か前にもちょっといやオファーをかけたいんだけどどうだべかって言ったら、よくかけてみればいいでしょって言ってくれてた女の子ですよ。今回満を持して登場していただきました。それではご紹介しましょう。今月12月、まあ、2022年ラストのゲストでございます。久保田玲奈ちゃん、よろしくお願いします。久保田玲奈です。イエーイいいんですかねこんなテンションで。はい、じゃあですね、簡単にちょっとカメラの向こう側の方々に向けてちょっと自己紹介をお願いします。はい、札幌中心に活動しております。一応シンガーソングライターとして活動してるんですけれども、歌をメインに歌っております久保田玲奈と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。空かける自転車か天の川を渡る夢の続きがまた始まる。空が青くなる前に。ずっと実は気になってたんですよ。ユニットやられてらっしゃったでしょ。ユニットやってました。そう、ヴァイオレットって最近やってらっしゃってた時から、はい、すごいいろんなところでライブしてるなって思ってて、はい、で一度私あのユニットの時代の時ですけどお会いしたことあって、ライブ会場で、その前に多分ソロでお会いしてます。言ってたよね。そう、いや本当前回のライブでそれ聞いていつだろうと思ってさ、なんか冨樫さんともさ講師ともにすごい仲いいって聞いてて。仲いいですね。なんかあれでしょ、冨樫さんのさお家に遊びに行ったりとかもよくするんですよ。してます、してます、はい、そうですよ。ダメのちょっと痛い、ここ美人にばっかり手出すやめなさい子供いるんだぞ。そう、いやそうですね、あの、まあ、奥さんと友ども仲良くさせていただいてます、はい、というわけでですね、今日は久保田玲奈ちゃんに来ていただいてるんですが、じゃあ早速参りましょう。こちらのコーナー教えて久保田玲奈一問一答。イエス。この一問一答コーナーはですね、はい、あのゲスト玲奈ちゃんの、はい、いろんな面を皆さんに伝えたくてご用意したコーナーでございます。何やらあのすごく面白い女の子だっていうのは冨樫さんから結構聞いてたんですよ。やばいそんな、いや面白いよっていやもう聞いていたので、面白いよっていうかなんかやっぱ変だよっていうのは言って出たかな。いやもうね楽しみで楽しみで仕方なかったんですけれども、ありがとうございます。それでは行きましょうか。じゃあ1問目、はい、じゃじゃん、こちらです。子供の頃はどんな子供でしたか。すっごい男の子勝りだったというか、うんうん、お父さんがそもそも息子が欲しくて、うん、だから小学校5年生までジャージしか着たことがなかったんですよね。着回してた。着回したっていうかもう3本ぐらい30ぐらい、なんかジャージを多分たくさん持ってました。ですっごい運動とかも大好きで、うんうん、もうジャージ着てジャージ以外着たことがないっていうような人生だったんですけど、まあ、その後服目覚めたりとかあったんですけど、おしゃれだよねすごい。今はなんか、ね、当時はなんかもう自分の意思そこにはなかったから、なんかもうジャージ与えられたもの着てるって感じで、ね、ジャージなんて全く想像つかないもん。いやいやでもジャージすごい今でも似合うと思います。自分で言うのなんだけどまあ男まさりな子だったということで。そうですね、木に登ったりとかしてました、はい、木も登ってたし、まあ、なんか本当になんだろう、野原で遊ぶ、それこそ野原なんかあんまりゲームとか田舎だったんで、そんななかったんで、わんぱく系だね。わんぱく系です。もう雪が積もったら雪遊びして。出身どこ。札幌市北区です。あ、そうなんだ。
札幌市の北区だったらでも結構都会じゃない？全然都会じゃないです。そうなの？札幌って時点でなんか都会な気がしたもん私。もうほぼ東別みたいな感じなんで。あ、じゃあ自然めちゃくちゃいっぱいあるんだ ね、 なるほどね。今はもう住宅地になってるんですけど、昔私がちっちゃかった時は全然まだ家も建ってなかったんで、うんうん、もうなんか開けてる土地だったんでなんかどこでも遊べるみたいな。なるほどね。だからやっぱじゃあそういう自然が好きな感じの子供だったんですね。はい。そんなれなちゃん、私あの結構これいろんな人から聞くんですけど、2問目、昆虫食が好きって聞いたんですよ。はい。昆虫食べるのが好きということで、それに目覚めたきっかけは？なんか昆虫食好きって言われてるんですけど、昆虫食じゃなくてそもそも昆虫が好きで。あ、なるほど、昆虫が好きなのね。好きなだけで、うんうん、どこ なんか死ぬ時にタランチュラってどんな味だったんだろうって思いながら死にたくないなと思って、そこからちょっとなんか食べてみたい、欲にね、まあ、本当に興味本位というか。え、ちなみにさ、今まで何種類ぐらいだったの？何種類ですかね、あんま数えたことないですけど、人生のトータルですか？そんなに食べる？数えたことないほど。あれだよ、さすがにその辺歩いてるの拾って食べたりはしないよ。いや、それもしたことあります。あったわ。本当？タランチュラはちなみに、え、でも子供の時って食べないですか、うん、アリとか？いや、ないね。結構いるんですよ。いる？アリ食べたことある？子供は聞いたことあるね。え、うんうんうん、あとある？食べたこと？俺自身はないけどね。ないよね。俺は食べるより解体する方が。結構ある。なんか私どっちかっていうと花とか食べてたよ。あのさ、こういうさ、ピンク色のさ、シルツネックかな。そう、チュチューってやったりとかさ、あとオンコの実とかさ、うん、あ、それはまあ、ね、人とかやるけど、虫はない。引きちぎって遊んだりとかしたけどね。なんかそれはかわいそうであんまりしてなかったんですけど。え、あるでしょ、天の声さんは。さすがにあるでしょ。俺はトンボを全部各パーツに分けてたね。一番やばい。いや、ちょっとごめん、やるのよ、最高。それ全部紙に並べてたの、各パーツ。やばい、それはサイコパスだ。でも目と頭、それはないですね。口のとこ、ね、命を大事にする歯の虫好きなだけど食べるんでしょ。食べるのはもう死んでるじゃないですか。なんて言うんだろう、食物連鎖はすごく大事にしてて、だから例えば豚とかもそうですけど、まあ、その、まあ、最下層っていうか、最下層ではないんですけど、うん、まあ、下にいるものとしてこう食べてみたらどうなんだろうみたいな。なんで捕食者としてね。捕食者としてどういう感じなのかっていうことね。で、そんな、まあ、いろんなものを食べた、いろんな虫を食べたことがあるということなんですけど、昆虫食を食べたことのない人、まあ私もそう、ディレクターも食べたことないですよ。あったわ。あさみちゃんは？あるわけないです。確かに室長はなさそうだった。室長虫嫌いなんだよ。絶対なさそう、確かに。まあ、昆虫食を食べたことのない人におすすめする虫は？一番オーソドックスな、世の中に出回ってる、うん、食べやすいのコオロギじゃないですかね、やっぱり。よく見るもんね。よく見ますし、 SDGs でもちょっと推奨されてる。推奨されてるの？そして昆虫食は今後食糧難が来た時のために、うん、あのイナゴとかはさ、佃煮になっても見たことない。まあ、でもイナゴと同じです、ほぼ。あ、味的には同じ？味的には、まあ、構造が近いので同じです。美味しい。ちなみにおすすめする理由としては？一番見たことがあるから。見た目的にも普通じゃないですか。なんかでかいと多分怖いと思うんですよ、最初。セミとか、うん、やっぱちょっと台湾オオコロギっていうのがあるんですけど、とかは大きいのでちょっとなんか始めにくいかなと思って。どっちにしても始めにくいんだけどな。あと芋虫系は好き嫌いが結構分かれるので、うん、いや、あるよね、韓国のなんだっけ、あのポンテギ。ポンテギ、ね、そう、あ、いいよね、カイコ、カイコ。一回友達にさ、ホットケーキの中に入れてさ、振る舞われたことあったの。マジびっくりする。断面図に出てきたらさ、顔がちょうどこうやってこういう感じいるわけ。さすがにさ、ちょっとバッブチ切りして、ちょっと友達に食べさせてたけどね。カイコはでも結構美味しいです。甘いんですよね、クリーミー。やっぱ芋虫系はクリーミーなんで、まあ、食べやすいんですけど、でも見た目がやっぱちょっと芋虫苦手な人が多いから、あんまおすすめはできない、最初にはおすすめできないかな。そういう意味では割とスタンダードで。そうですね、コオロギが。でも実際さ、うん、虫苦手な人の目の前にさ、あのブリブリした芋虫とさ、コオロギ並べてさ、どっち食べやすいと思うって聞いてさ、こっちかなってなるのかな。ならないでしょ絶対。どうなんだろう。でも味的には本当にもう、うん、
ポップコーンの殻食べてるみたいな感じなんで。え、どっちが？コオロギ。え、本当に？本当に。味も？味も。だからポップコーンのあの殻の部分を食べてると、いや本当にそうです。みんな同じこと言います。意外と食べれるって。そうなんだね。やばい味とかしない？しないです。なんか言わなかったら多分分かんないと思います。何食べてるか。ポップコーンに混ざってたの？多分食べれます。じゃあどうしても食べるものがなくなったらチャレンジして。でミックスナッツ食べれる人は多分食べれます。ミックスナッツ好き。じゃあ大丈夫です。じゃあ好き。そんなことある？よかったじゃん。そうか。絶対食べれます。はい、じゃあちょっと食べさせられそうな感覚になってきたんで、ちょっと次いきますね。逃げられないから、ね。4問目です。はい。では、まあ、ちょっとね、今月12月ということでクリスマスですよ。はい。はい、クリスマス。いいですね。今日はあのスタジオがクリスマスに装飾されております。かわいいです。そうなんで、そっちにね、ちょっとディレクターちょっと見せてあげたい。ちょうどこうサンタさんもちゃんといますからそこにね。トガサンタってことですね。トガサンタすごい似合ってるんだよね。なんかああいう感じでなんかもう元から始まってるみたいなぐらいの似合いあれですけど、元から始まってるね。まあ、今まで体験したクリスマスで、はい、じゃあ一番最悪だった思い出は。なんかクリスマス、うん、私はあんまりクリスマスの思い出がなくて、うん、なんでかっていうとずっと飲食の仕事をしてたんで、イタリアンをその調理学校とかでも専攻してて、うん、なんでもうクリスマスは一番一年の中で忙しい時期で、ね、うんうん、休みだったことがほとんどなかったんですよね、はいはい、だから基本的にもうなんか働いてるイメージしかなくて、奉仕する側だね。そうですね。だからあんまこうクリスマスに何かしたとか何かが辛かったみたいな思い出がそもそもクリスマスがないみたいな。じゃあさ、どういうクリスマスを過ごしたいとかはある？あ、今後ですか？そう、例えばさ、今までは奉仕する側だったよ、でも今年は違うとなったら久保田玲奈はどんなクリスマスを過ごしたい？まあ、でも私本当料理が好きで専攻してきたのもあるので、うん、やっぱイタリアンを普通にフルコースで食べる。あ、食べる側、ね、食べる側になりたいです。あ、いいね。じゃあクリスマスディナーとかいいよね。クリスマスディナー行きたいですね。いいね。いや、私はね、あるのよ、最悪のクリスマスが1個。当時ね、クリスマスイブですよ、はい、しんしんと降るイブに、あのちょうどライブイベントでちょっとあの出てたの、うん、そしたら、うん、車が乗ってる車がいきなりエンジンストップしちゃって、でただ行かなきゃいけないからさ、とりあえず近くのコンビニ止めて仕事に行ったわけ、はい、たらそれ終わってからさ、車引き取りに行かなきゃいけないでしょ。でレッカーされてるさ、うん、あの大きいさ、下からじゃない、上から見下ろせるあの大きいトラックで後ろ車乗っけてさ、あのサポートしてくれてた男の子と、はい、でこっちにあの、まあ、今のディレクターだよね、一緒についてくれたディレクターと運転手さんとかしんしんと降るイブを眺めながら車をレッカーされたって記憶がありますけど、すごい切なかったな。思ったより普通だったね、うん、え、まだあるの？上がいる？もっとそんなのなんか別になんか泣きわめく感じかと思って、うん、あ、本当？なんかもう殺されかけたとかさ。え、じゃあトコさんはなんかあるかい？俺は、まあ、基本的にいつだって誰かのサンタさんでやってきたけど、でも時一回だけ、うん、誰も彼女がいない3人の男が集まって、はいはい、セイコーマートで買ったケーキを囲んでメリクリって言った夜があったなっていう。それさ、せめて1人1個当たるんでしょ、あのこういうかけら。あ、なんかいあの1個のさ、サンタのやつをホール、まあ、いやホールじゃないよ、1かけらのワンピースのやつを買って食べたなっていうぐらい。まあ基本俺幸せに生きてきてるから、うん、あんまり不幸なエピソードないかな。今のやつも幸せだったって言い切れると全然子供の頃はもうひどかったけど、大人になってから本当に重い。ちょっと次行こう。じゃあ5問目いきますね。じゃあ最後ですね、まあ、そんないつも奉仕する側だったレナちゃんですけれども、今年はいいことがあるようにということで、もしかしたら画面の向こうにサンタさんがいるかもしれないので、最後に一番欲しいプレゼントをカメラに向かってどうぞ。MacBook Pro です。めちゃくちゃ高いよ。ガチだよこれ。いや、欲しいですね。今年一番ずっと欲しくて、もうちゃんとフルスペックのやつもらう。ぜひね、よろしくお願いします。こちらまでっていうこちらまで送っていただければ。俺も欲しいわ。
しい帰り道にこんな日差しとあんな毎日いつも同じ明日なら笑えないじゃない。二人ずっとそこにいたのにそれなのにどうしてと聞いたきすぎてこんなに遠くなってしまったと思うんだ。もういいやなんて言わないでよ。僕もちゃんと明日を生きるからさ。滑り台線路沿いに咲く小さな鈴蘭あんなに話した思い出のベンチもいつの間にか思い出さなくなって黄昏迫る駅のホーム君が最後に言ったありがとうあんなに流した悲しみの涙はいつか全部忘れてしまうのかな。凍ったベンチで話した冬の午後さよならがうまく言えなかったホーム。いつまでも二人変わらずいられたら雪降る夜に一人したもの今でも背中を押し続ける誰だっていつか変わってゆく。それでも悪いことばかりじゃない。傷つけた日もつけてしまった傷も僕らを強くきっと変えてくれる。逃げ出して見えなくてもあの日の僕はそばにいてくれるからさ。忘れたくない君がくれたあの言葉も日々も今でも僕の中にあるよ。大丈夫きっとうまくいくよ。君の幸せを誰よりも願い続けて今日も明日も明後日もいつまでも味方だから変わりゆく日々のその中で変わらないものを大事に思いたい。
というわけでですね、モノマネ3本勝負なんですが、はい、まあ、なんでモノマネかっていうとですね、久保田玲奈ちゃんに何が得意ですかって聞いたら、モノマネって書いてたからって順が言ってました。こんなにされるとは思ってまさかこんな拾われるとは思ってで、ですね、各対決で獲得したポイントの合計が多い方が勝ちということで、これから3本勝負やります。はい、先攻後攻は各対決ごとに自由に決めてもらいます。はい、はい、決める方法は全然じゃんけんでも殴り合いでもいいです。で、3本勝負ですが、1本目ジェスチャー対決。ジェスチャー、はい、これはお題は動物ですね。自分で好きに決めていいです。動物のジェスチャー、モノマネで表情身振り手振りのみで声出し NG なのが一つ目です。はい、二つ目、フレーズ対決。これはキャラクターですね。はい、モノマネでワンフレーズ、まあ、これはいけるわ。有名なフレーズなのか分かりませんけども、うん、はい、ワンフレーズをしてもらいます。で、三つ目、はい、歌対決ということでですね、モノマネで本人になりきってワンコーラス歌ってみようというのが3つ目でございます。はい、で、今回の採点は審査員が3名、音楽事務所ソリッドスターレコーズ代表稲葉智美、エレクトーンプレイヤー、日置あさみ、そして天才富樫洋介持ち点各対決、持ち点がそれぞれ100点ありますので、はい、300点満点ということになりますね。あ、300点満点なの？結構各対決で100点だから、各対決ごとに、300点満点取れたら最高ですね。はい、そんなことはないと思うんですけど、はいはい、それが、今回の内容ですが、質問ありますか？はい、ないですね。それではここからやっていきましょう。1本目、ジェスチャー対決アニモンアニモンということでですね、はい、動物でジェスチャーの対決をしてもらいます。はい、モノマネで表情身振り手振りのみで声出しをしてはいけません。声を出したら殺しますというわけで、先攻後攻、はい、どうやって決めますか？どっちやりたいですか？私？いや、後攻。じゃあ先攻でいきます。わかりました。ではさすが女王、もう今やるものはもう胸の中に。そうですね、ただちょっとズボンを履いてくればよかったなっていう心残りがありますがそんなに果たして使うの？そうです、全身を、ね、使ってやらせていただきたいと思います。それではですね、前に出ていただいて、はい、こちらでいいですか？久保田玲奈さんでジェスチャー対決です。どうぞ。すごいですね。もう言うことないですよ。こんなにやってくれるんですね、この子。いや、ちょっとこの子はすごいぞ。ありがとうございました。え、ちょっと待って、どうしよう。これはすごいですね。さあ、素晴らしい演技を見せてくださいました。これは強い。いいジェスチャーで、もうジェスチャーっていうか、だったね、もうね。僕は森が見えました。そこは森だった。というわけで、審査員の皆さんに今点数をですね、書いていただいておりますが、出揃いましたでしょうか？それでは、みんな同時に出しますか？それでは出します。どうぞ。でん、やばいマジで、99点、99点、100点ということですね。299点ですか？嬉しいです。これちょっと思い残すことはないです。これを超えられるのかっていうところですね。いや、まあ待って、最近私がすごく観察してきた動物をやるから。なるほど、うん、自信あるよ。自信あるんですね。あるよ。素晴らしい。あるよ。こんなの見せられたらね、もう最初ちょっとごめん、クロエちゃんやろうかなとかちょっと思ってたけど、ああそんなのそうだね、うん、コメントの荒れますよ、そんなことしたら。おいおい、こんなの。それではもういいですか、心の準備は。モノマネ、ジェスチャー対決、じゅんさんです。どうぞ。これは何でしょうね。これ何でしょうか。これはギャグでしょうか。これはこれは何なんでしょうね。
じゃあ下を何なんでしょうね、これ。そっちに行ってくださいよ。はい、というわけです。ありがとうございました、ジェスチャー対決でございましたね。すごく独創的な。僕はなんか見てて、何かは分かりました。そうだ、ね、僕はなんか見てて、すごいあの心がギュッとする感じだったんですよね。長いなーっていうのもあったんですけど頑張るなと思いました。ちょっと心がギュッと、これはこの感情にちょっと名前がつかないんですけども、知らない気持ち、なんかすごいギュッとしましたね。じゃあ審査員の皆さん、点数をですねお願いします。その、まあ、僕初めて、ちょっと初めての感情になったんですけどそれではですね、点数3出していきましょう。どうぞ。94対90対15ですね。15点はさ、ちょっと辛すぎでしょ。いや違うんだよ、俺15出したのに理由があるんですよ。俺たち何やってるんだろうっていう共感性羞恥心、そう気持ちになっちゃってさ、共感性羞恥心。ジュウちゃんがまたあの記憶してる言葉、結構頑張って長い時間やってるもんだから、いや本当になんか俺たち何してるんだろうと思って、俺もう今年38だぜと思ってそれで15点結構やったんだけど、でも強かった。いや強かったです、強かったというわけでですね、1本目は久保田レナの勝ち。イエーイ、ありがとうございます。ではまだまだ2つあるから、では次は2本目です。さあでは2本目参りましょう。キャラクターでフレーズ対決。イエーイ。さあこれはもう至ってシンプルでございます、はい、何かのキャラクターになりきって、はい、モノマネでワンフレーズを言っていただこうという極めてシンプルなやつですね、はいはい、それはそのキャラクターのフレーズですか、はい、持ってる。あもう全然その何でも言わなそうなこととかでも全然大丈夫です。似てるか似てないかなので、全然そのキャラクター通りに言わなくても大丈夫です。なるほどね。多分その審査員が笑ったりすると加点される場合もあるから難しい難しい、ちょっと待って、はい、難しい。そんなことある？笑って減点はないですかね。笑わせた方がいい。さっき笑われたけど減まあさっきのはさっきのはちょっと申し訳ないけど、なんかあのいろんな意味で減点だったよねみんな減点って感じだった本当に。では第二対決はどうしますか、どちらから。じゃんけんでいこうか。はい、3本勝負で1回でいいよ、1回でじゃんけんよ最初はグッじゃんけん、じゃあ大また先行後攻ですね、したらはい、そうです。あ、逆にしましょう、私後攻でいきます。じゃあ、お、じゃあそうしましょう。はい、じゃあ今回は先にジュンさんからいいよですね。もう2人とも準備ははい、大丈夫です。もうね、私これ小学校の時すごい見てたから、これあ見てたんですね。見てたよ、もうじゃあバッチリだ。すごいね、塗り絵とかしてたから記憶に焼き付いてるのね。そうだよ、私ちょっとイラストその時得意だったから、よくクラス中の女の子からもう描いてって言われてたから、うん、バッチリですね。そしたらね、それではですね、じゅんさんのキャラクターフレーズ対決です。どうぞ。半沢さん、半沢さん、え、誰ですかこれはいや、わかるけど半沢さん、わかるけど半沢さんもじゅんちゃんじゃない今お前のそもそも食べない、これテンパってる時のじゅんちゃんはい、ありがとうございましたちょっと笑わせんのずるいって、ちょっと、それでは今のテンパってる時のじゅんさんのモノマネでした。なんでさ、今のはちなみに誰だったんですか。あのハム太郎に出てくる孔子くんです。あ、孔子くんだったんですね、はい、孔子くん。ちょっと僕1ミリも分かりませんでしたねそれはさ、ちょっとさ、天の声さんがそれ知らないっていうのは、じゃあ、小石さん、小石くん知ってるよ。ほんと結構見てて知ってるけど、ハム太郎さんって言ってたでしょ。俺、花沢さんって聞こえたの花沢さん、花沢さん、花沢さん、確かに、花沢さん、いや、多分そう、小石くんだろうなと思ったけど、そんなやつ、サザエさんに出てこねえなと思った本当のことだよ。ええー。下座させられる。直樹。急に直樹。だからちょっとね。いや
の問題ですか、ね、これはやばいぞ、うん、この情報にどうぞ。でん86、92、87、僕は花沢の87。あはなるほどね、語呂合わせしてきてください。さあ、うん、ではですね、次、はい、先ほど1本目を制した久保田玲奈さんですね。いや、さすがモノマネ得意っていうだけあるんだ、これ、うん、もう準備はよろしいですか。はい、やっぱり羞恥心を捨てることが大事だと思うので。そうですね、恥ずかしさを全て捨てて、はい、そのキャラクターが言わなさそうな一言、はい、言っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、2本目、キャラクターフレーズ対決、久保田玲奈です、どうぞ。僕ドラえもんです。のび太くん、僕は女が大好きなんだ。すごいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいですね。これあれだね、新しい方のドラえもんだね。いや本当に最近わさびになっちゃう。どんな秘密道具出してやろうかっつってね。怖いですね。ちょっとおじさんはテンション上がる。大抵、本当大抵なんだけど、ね、いいですね、おじさん加点ありますからね。ちょっと強いな。興味ありますね、本当に。どんな、僕が一番欲しいのはビッグライトですね。何とは言わないですけど。そう、やばい、ちょっと強かったですね。ちょっと待って、今回ちょっと室長カードはないの？室長は弱いもの。それでは点数いきましょう、どうぞ。はい、すいませんでした。いやー、マジかよ。おじさん加点が。いや、ちょっと待って。ありがとうございます。強すぎるから、やばい。すごいですね。これはあれですか、もう、今回3本勝負じゃないですか。ジュンさんも2つ。で、ちなみにですね、今年から、今年のジュンルームライブからですね、ジュンが負けると僕も連帯責任で罰ゲームなんですよ。あ、やばい。で、去年までは、こう、ゲストをひいきしたりして、ジュンちゃんを負けるみたいなことやってたんですけど、今回はもう、ひいきもクソもないんですね。ゲストが勝つと僕も負けるんですね。前回はね、避難所みたいなところに一応寝かせられる。つら。うわ、嫌だった、本当にね。Should old acquaintance... え、これで終わりでしょ、それ今のさ、今の練習、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 ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne For old lang syneFor old lang syne We'll take a cup Oh kindness yet For days of old lang syne We twa here on About the braesAnd put the gowans fine But we've wandered